先日ね、このイケアのね、大きいデスクを買って、作業環境をね、広くしただけなんですけれども、さらにね、この環境をアップグレードするためにちょっとね、あるものを追加で購入しました。まあ、ちょっと普通にね、Amazon で買ったんですが、ちょっとね、紹介していきたいと思います。ちなみになんか Amazon20 周年みたいですね、今年で。で今回ね、主にね、2つ購入していますが、少し前半1分ぐらいでちょっとこっちの商品ね、メインこっちなんですけど、ちょっとね、これ紹介させていただきます。ちゃんとデスクマットでございます。マウスとかキーボードとか置くやつで、まあ分かりやすく言えば、まあマウスパッドのでっかいバージョンみたいな、そんな感じのやつになります。匂いとか、これ匂いひどいなるんですけど、匂いそんなしない、ゴムの匂いはするけど離れたらしないですね、全然。で、裏面が全部ゴムになってて、全く、おぶねー、全く滑らない。ちゃんと、このなんかちょっと怪しいけど、防湿剤も入ってて、いい感じですね。で、デスクのね、ここに設置するわけなんですよね。マウスと、今マウスパッドちょっと100均の安いの使ってて、キーボードの下には何もなかったんですが、ここに、こんな感じで、ちょっと反りがありますけど、これ後で直しておきます。ちなみになんでね、なんかこのデザインしたかっていうと、なんかカッターマット、いつも机に置いてるカッターマットがなんか同じようなデザインだったので、これにしてみました。もっと安っぽいかと思ったけど、マウスの滑りも普通にいいし、うん、これはいい感じです。メインはこっちなんですよ。これ何かというと、テープ状のライトですね。この絵に書いてあると分かるように、こうテープ状になってて、裏面に両面テープがついてて、そこに LED がついてるみたいなテープになります。いろいろね、Amazon でそういう製品出てるんですけれども、これはなんかいろんなのに対応してて、まず Android のスマートフォンとか iPhone とかで操作できるみたいなんですよね。で、もちろんね、フルカラーで、まあいろいろね、機能が対応してるみたいですね。音楽と一緒に光らせたりとか、あとなんか音声認識みたいなのとか、あともちろん明るさが変えられて、そしてなんか Wi-Fi につなげることができて、なんかいろいろつなげる、いろんなことすることができるライトですね。で、これがなんとね、1500円だったんですよ。安くないですか？これ5メートル入ってるんですけど、かなりコスパいいなと思って、評価も良かったんですので、買ってみました。パッケージはなんかね、こんな感じ、なんかすごい、なんか、お金かかってそうなんですけど、1500円なんですよ、これで。テープ状のライトになってて、みたいな絵が載ってて、裏にはね、こう、使用例ですね。こんな感じで、部屋の色のところにね、貼ったりとか、こういうなんか壁の隙間とかに貼ったりすると、そこを光らせることができてみたいなね、センスよく貼ればかなりね、雰囲気変わるんじゃないかなと思います。ということで開けていきますが、お、すごっ、なんかすごいなんか立派なリモコンが入ってますが、おお、すごっ、なんかリモコンがすごい立派です。なんかもっとね、操作できればいいじゃん みたいなリモコンが入ってるのかと思ったら、なんかかなりなんかいいのが入ってましたね。これだけでもなんか2000円ぐらいしそうなんですけど、すごい。そして、ここに、あれですね、電源が入ってます。これが AC アダプターで、こっちを、テープライトにつなぐみたいな感じですね。で、これはなんだろう、ジョイントかな？おそらくジョイントです。ちょっと見てみないとわかんないですね。で、これが本体。本体の、テープライト本体です。ノットベーキングアイアムリーディング。あと貼り付けのポイント、アダプターを正しく接続し、アルコール面でホコリをきれいに拭き取ってください。プラスチックシートを少しずつ引き剥がします。あ、すごい、ちゃんと日本語、なんか日本語ね、少しおかしいところあるけど読めないレベルではないですね。これスマホアプリをダウンロードして、それで操作できるよみたいなことです。まあとりあえずこれ後でやってみます。うお、めっちゃ親切、アルコールパッドが入ってた。すごい保護フィルムみたいですが、おそらくこれで貼り付ける面をアルコールで掃除してから貼れよっていうことですね。とりあえず本体をね、開封していきます。なんかパッケージもすごいし、この内容の充実さもすごいですね。お、こんな感じ。お、なるほど、ここが、この AC アダプターのこの先っぽのとこにくっつく端子になってて、こっからビロビロビロっとテープライトが、うわ、すごいなぁ。こんな感じですね。なってるわけでございます。この裏の青い面が両面テープで、
こっちが表か。これが、LED。こう、ボコボコってなってるのが LED で、おそらく好きな長さにカットできて、わかりますかね？この銀色の部分がちょっとあると思うんですよ。ライト3つごとに、この銀色のこういう接合部分があると思うんですけど、ここでね、自由にね、ハサミにもカッターにもそれでカットできるらしいですね。それで、いろんな家具とかに、対応して、貼ることができるらしいです。で、しかもね、これ5メートルもあるんですよ。すごくないですか？この LED だけでも高そうなのに、これを5メートルとリモコンと AC アダプターを1500円で付けてくって、さすがですね。ここまで来るとかなり期待できます。ちょっと試しに点灯させてみますね。この AC アダプターをほどいて、これはですね、このテープライトの方、上が突起があって、で、こっちもね、なんかこのクリップみたいな感じに AC アダプターの方もなってて、これ合わせると、カチッとくっつく感じになって、外すときはこの AC アダプター側のクリップみたいなところをこうやると外れる感じになります。じゃあいきますよ。ちょっとね、これ電源に接続してみます。こんな感じです。どうでしょうか？今、レインボーに光ってますね。ちょっとリモコンを開封してみて。うわ、なんか、こういうライトあると一気に部屋の雰囲気が変わりますね。今までこの暖色系の照明しかなかった自分の部屋がかなり鮮やか?華やかになった。で、リモコンこの絶縁シートみたいなのが入ってるんで、これ取り除いて、おそらくこれで、お、なるほど。このね、AC アダプターと、繋いだ接合部分あるじゃないですか。そこになんかレシーバーが入ってるみたいで、そこにリモコンを向けると、こんな感じでね、反応してくれます。で、変わり方、色の変わり方見てわかる通り、パッと変わるんじゃなくて、こう優しく、ふわって変わるんですよね、ほら。色もね、結構豊富で、こうね、上のところに RGB とホワイトがあって、で、さらにその下にね、いろんな色があるんですよね。この赤のグラディエーション、緑、青みたいな。で、このホワイトの方にもね、なんか結構いい感じの色があったりして、で、まあここでいろいろね、操作が、割り当てられるっていうか、多分ここはアプリと連動してなんかできるんでしょうね。さあ、早速ね、取り付けしていきたいと思いますが、そしたら実際に、この端にね、取り付けていくんですが、どういう風に取り付けるかっていうと、こうですね、こんな感じで、机のここの面に貼り付けていくわけなんですが、表側から見えないように、取り付けます。で、後ろ側がね、これ両面テープになってるんで、このままね、直でベタッと貼っちゃう感じですね。で、これが、今5メートルあるので、もしかしたらね、もう一回回してくるといいかもしれないですけど、ちょっとそこは迷ってます。とりあえず貼り付けてみますね。で、これね、アルコールで、ここの貼る面を掃除してからやるってことが推奨されてて、このアルコールパッドがね、付属してたんで、とりあえずね、貼る部分、アルコールでやっていきます。普通にね、スマホのガラスフィルムとかについてるアルコールパッドと同じですね、多分。はい、ここですね。ここに電源こうつながってるんですが、これを端にして貼っていきます。で、この、青いのがね、両面テープなんですが、ちょっとこれかなり剥がしづらかったですね。今ピンセット使って剥がしたんですけど、おそらくね、この構造を見て、この電源側じゃなくて端っこの方は結構剥がれる構造になってたんですけど、電源側はそうじゃなくてね、まあ、強力な作りになってるからだと思うんですけれども、こっち側から剥がされる方は結構ね、剥がしづらいかもしれないので、まあ、いい方を知ってる方はいいかもしれませんが、自分は結構苦労しました。よっ。この超でっかいデスクに、2周したんですよ、これ。ね、1回だけだと全然余りすぎてちょっともったいなかったんで、あっちで折り返して2周したんですが、さらに、こんだけ、1メートル余りました。もったいないけど切っちゃいましたが、かなり長いです。で、裏側こんな感じにしましたね。
結構量があったので、長さがあったので、こんな感じで折り返して、あっち側で折り返して、こんな感じで二重で貼りました。これでも4メートルしか使ってなくて1メートル余ったんですよね。こんな感じ。これによってこのデスクで作業するときに、今まではあそこのスタンドとかの照明とかをつけてたんですけれども、それだと明るすぎるし、まあ、真っ暗するともちろん暗いんで、暗いときここのライトをつけて作業するとちょうどいいんですよね。机の上は見えるし、部屋もほんのり明るくなるので、パソコンで作業するときの照明とかに、すごい最適です。やっぱ色の入った照明を、加えるとかなり部屋の雰囲気変わりますね。こんな感じでいろんな色ができるので、まあ、その日の気分によって部屋の雰囲気も変えることができます。自分好きでね、この水色にしてるんですけど、こんな感じで普通に電球色もありますし、こんな感じです。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、まあ、ガジェットとか、商品レビューを中心に動画をアップしていきますので、ぜひ、興味のある方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。